私がそのセガに入るたのが92年なんですけど、その時点でもう本当にあの大きなゲーム会社しかなかったんですよね。あの小さいあのゲームを作ってる会社ってあの、まあ、私自身知らなかったし、あの存在してるかどうかも分からなかったんで、本当にあの東京に住んでるとあのゲーム会社っていうともうセガかあのナムコかコナミぐらいだったんですよ。まあ、あの任天堂さんは京都だったんで、なのでもう選択肢としてはあのこの3つぐらいでしたね。まあ、私が本当にあの小学子供の頃にあのパックマンとかインベーダーとかあのその辺のアーケードゲームがすごく流行ってましたし、ファミリーコンピューターもあの発売と同時にあの買ったぐらい、あのすごく子供の頃はビデオゲームが好きだったので、その時はあくまでも楽しむっていうこと、遊ぶためにことしか考えてなかったですけども、あのすごくあのビデオゲームは好きで、あのほとんどのお小遣いをそれにつぎ込んでましたね。私はあの子供の頃はあの漫画家になりたかったんですよ。あの自分でストーリーとかキャラクターとかをこう勝手にこう空想して、まあ、それを絵にするのが好きだったので、あのやっぱり大きくなったら漫画家になるっていうのが夢だったんですね。で、まあ、実際その漫画家になるための学校とか大学なんかあるわけないので、あの実際こう教育高校とか大学進学していくうちに、まあ、その漫画家っていうのがだんだんこう非現実的な夢になっていって、まあ、その時にあのゲームっていうまた新しいあのメディアと知り合って、まあ、そこではあの、まあ、まさに自分が思い出た思ってたあの空想、そのイメージ、自分のイメージアイディアがこう形になるっていう、まあ、そういう新しいあのメディアっていうことであのゲーム業界をやられました。就職先をセガに決めようっていう時にソニック1が発売されたんですね。なのであの入社する前にソニック1はあの実際あの購入してプレイして、ああすごいなソニックっていうゲームはっていう知識はありました。で入社してすぐにあの本当にあの数週間だけソニック2があの発売される前ということで、あのデバッグであの人手が足りないということでソニック2を少しデバッグで数週間あの参加したことがありまして、その時にあのソニック2のスーパーソニックっていうのを見て、あのすごいなこれはっていう衝撃を受けたのは覚えています。そうです、あのセガに入って一番最初にあのプロジェクトのスタートから参加したのがソニック3なんですね。でこれは本当にセガに入った1年目の後半にソニック3のチームに8ヶ月ぐらいですかね、8ヶ月ぐらいしかあのそのソニック3の前ってないんですけど、その間にやったのはあの当時セガに入ったばっかり あのフレッシュマンだけであの練習として勉強としてあの作ったゲームがあって、あの、まあ、それがこの間あのメガドライブミニ2にあの初めて入ったデビー&ピーっていうゲームなんですけど、あのこれを最初あの私ともう一人のプログラマーとの2人で作ったあの最初のゲームですね。であとはあのその後あのゴールデンアックス3にあの手伝いとしてあのちょっと参加してくれないかっていうことであのヘルプとしてあの少しエネミーの仕様を変えたりとかっていう手伝いをしてました。まあ、私自身もあのすごくソニック3あの好きですって言ってくれると本当に嬉しいんですけども、やはりあのソニック1、2を作ったあの中さんとか安原さんとかそのベテランメンバーたちがあのもうハードの容量とかあの気にせずとにかくエピックなソニックシリーズを作ろうっていう気持ちであのソニック3を作り始めたので、まあ、そういった意味であのすごくストーリーテリングとかそういうのも導入してあのクラシックシリーズとしてはあのすごく、まあ、対策になったからじゃないかなと思います。
まあ、ナイツ作る前はまさにソニック&ナックルズだったんで、あの本当にもうピクセルのゲームだったんですね。でそれからまあ一気にセガサターン の 3D が使えるハードになって、 まず 3D であのどうやって簡単にコントロールができるあのゲームができるんだろうっていう、まあ、そこがまずナイツの一番大きなハードルだったんですけども、まあ、それに加えてストーリーテリングを昔のピクセルの時は本当に小芝居しかできなかったのが、あの 3D でセガサターンで映像も扱えるようになって、ストーリーをゲームを通じてこう皆さんにこういいストーリーを出すことによってどれだけの感動を与えられるのかっていうのは、そのナイツの経験があったからこそ、まあ、その次のソニックアドベンチャーに生きてきたっていうところはあると思います。ソニックアドベンチャーを作る時にはあの本当にあのソニックの人気がこう低迷しちゃった時期でもあるんですね。あのセガサターンにソニックの新作をあの作らなかったことで、あのだいぶメガドライブの時よりも人気が低迷しちゃって、でもう一度あのソニックの良さをこう世界中に届けたいっていう思いから、まあ、ソニックアドベンチャーを作って、そのブランクがあった分とにかくもうやれることは全部やりきろうっていう、本当にエピックなゲームにしようっていう、あのファンの方への感謝も込めてそういう気持ちで作ったので、当初よりも大きなあのゲームになりましたし、まあ、それがあのファンの方にあのすごく支持されたっていうのはすごく嬉しかったですね。ソニックメガドライブのソニックがあの1は日本で作って2はアメリカで作ってるんです、サンフランシスコで作ってるんですね。でやっぱりそのソニックアドベンチャーも1は日本で作ってあのこう大ヒットのきっかけになりましなった上で、今度2はやっぱりもっと海外 のカルチャーを取り入れてちゃんともっと欧米で売れるようなタイトルにしたいという思いから、あの開発チームを連れてあのサンフランシスコにその開発チームを作ることにしました。今回でセガといたしましてはソフトメーカーという形に今後展開していきますが、ドリームキャストのソフトとですね他社フォーマット向けのソフトを合わせてですね、来期につきましてはこれは前提条件といたしまして、マイクロソフト、Xbox、まあ我々はその時あのソニック2を作ってサンフランシスコのオフィスにいたので、あの、まあ、日本でそのニュースが出た少しあと遅れてあの我々はそのニュースを聞くことになるんですね。でその時はもう本当にあのすごくあのソニックアドベンチャー2に自信があったんですよ。その時あの我々のチームの中でもあのソニックアドベンチャー2を出せばもっとあのドリームキャストがこれで売れるだろうっていうふうにあのすごく自信のあるタイトルを作ってるところだったので、あのもうすごいショックでしたし、あのもっと頑張ってほしいって思ってましたね、正直。もう残念ながら我々サンフランシスコにいたので、あのもうほとんどそういうすごいスモールチームだったんで、あの誰ともそのことは話してなかったですね。あの、まあ、当時あの中裕二はボスだったので、あのそういった意味ではあのそことはあの話し合いはありましたけども、そのドリームキャストを辞めるって聞いた時は、まあ、もちろんあのショックだったのが一番なんですけど、そのと同時にじゃあソニックを次どのハードウェアプラットフォームに出そうかっていう、もうそっちのことしか考えてなくて、もうまず真っ先にあのゲームキューブにあのソニックアドベンチャー2バトル の広告をあの出してもらったっていう記憶があります。日本に戻ったのが2007年でしたかね。なので
まあ、結構その日本のソニックチームもこうみんなそれぞれがディレクターが考えた新しいソニックゲームを作る、まあ、皆さんご存知のソニックアンリッシュとかシークレット・オブ・リングスとかソニックの2006とかそういう誰かがトップでコントロールするんではなくて各ディレクター各プロデューサーがそれぞれのタイトルを作るっていう時代が少しあったんですね。で私がその日本に戻った時にその一人一人のディレクターたちがこう自分たちの解釈でソニックタイトルを作ってるっていう状況がすごく良くないなと思いまして私がそれを束ねてちゃんとソニックっていうビジョンを一つに持って統一的にソニックタイトルをコントロールしようという体制を作りました。まあ、日本でやってた時はあくまでも各ソニックゲームのマネージと、まあ、クオリティコントロールの部分を担当してあとはその海外の SOA、SOE とかのこう窓口としてやってましたけども、まあ、今は本当にグローバルで私もここのアメリカに来てそのグローバルでゲームもアニメーションもこうマーチャンダイジングもこう統括的にこう情報がやり取りできるようになったっていうのが、まあ、今と昔との大きな違いです。Since really kind of stepping into this leadership role at Sonic Team, what is the longest you've gone in your life without thinking about Sonic the Hedgehog? 今は本当に土曜日も日曜日も何かしらの仕事をソニックの仕事はしているので、丸一日ソニックのことを考えない時間はないですね。Well, thank you so much for your time. I know you're very busy and this is a long interview, so thank you very much. Thank you.